どうも、だるまテリアレシェフのチロです。今回はですね、ミートソーススパゲッティのご紹介です。概要欄の方に材料紹介とかねございますんで、よかったらそちらもご覧になってください。それでは行きましょう。どうぞ。はい、それではですね、ソースの方を作っていきたいと思います。まずオリーブオイルですね。で、全ての野菜ね、もう全部入れちゃいます。玉ねぎ、人参、セロリも入れちゃいます。で、あんまりね火強くせずに弱火でねしっかり炒めていきましょう。ちょっとね蓋して蒸し焼き状態にします。はい、3分ほど経過しました。野菜の色がね茶色くなり始めたんでね、さらにゆっくり火入れていきます。はい、ではね早送りします。ソフリットがね炒まってきたので、ここでですね、合いびきミンチね、牛豚肉のミンチを入れます。で、お肉加えてしっかり炒めていきましょう。ここでねしっかりほぐしておかないと肉がね後でダマになっちゃうんでね、野菜とこうやって混ぜながらしっかりほぐしていきます。ちょっと火強いかな、ちょっと今弱めますね。こうやってねコンコン叩いてね潰していって、じゃあ塩ねここでちょっと入れますね。炒めてるうちに火が入ってくるとね、肉が細かくなってきてくれるんでね、いい香りがしてきた。お肉から油がこうやって出始めると火が通ってきた証拠です。ではね赤ワインを加えます。あー、いい香り。赤ワインをではしっかりね煮詰めていきます。こんな感じですね、しっかりと赤ワインが煮詰まった状態では、ここでナツメグ、ホールトマト、チキンブイヨン、あとはねしっかり煮込んでいきます。しっかりと煮込めました。ではソース完成です。ではですね、スパゲッティの方をちょっとね茹でていきましょう。はい、そろそろねスパゲッティ茹で上がります。では茹で上がったのでソースをねしっかり絡めていきます。ミートソースはね結構スパゲッティとしっかりこうやって絡めてください。では盛り付け、パルメザンチーズを飾って、ブラックペッパー、はい、ミートソース完成です。